アイス差し入れたり、あ、アイス差し入れたり、あ、ビタミン C、あ安倍さんからビタミン C の差し入れ、もうみかんとかあるじゃないですか、なんかこう風邪ひかないように差し入れとかあるんですけど、下流の、そう、もうみかんっていうシーズンでもないし、もうビタミン C 取るには何がいいか分かんないし、みんな時間ないし、これも下流のもうビタミン C だな、思い出すだけでめっちゃ唾液出てくるような超酸っぱいやつ、それでもうみんな体力食だったんで風邪ひかないようにちょっとビタミン C を差し入れさせていただきました、はい、名もなき復讐者ゼゲン、本日放送、そして U-NEXT で配信されます、ぜひご覧ください。